ないんじゃない、やられてた。待ってお前それずるいべ。ねえそれはずるいよ。はい、好きなものは最後に食べるけど、最後の方お腹いっぱいになってそんなに食べたくないで有名の K です。はい、第2回ですかね、赤狼続きやっていきたいと思います。はい、前回はね、ここまで来た。そう、一回休憩したからね、復活しちゃったんだけど、あいつ下にいる敵で、そいつを倒して、なんかお金落としてるんだけど、取り方がわからなくて、で終わったとこだったので腹いせに殺します。はい、殺しました。これ四角なんかさ、第1回でさ、何これって言ってた。これ物取るときに使えるやつなんだね。ってことでね、そこも学んだんで、続きやっていきます。またなんか言ってますね。あ、そろそろね、はい、流血表現。もうね、もうここら辺の雑魚にはね負けないよね。はいはい、ほんでそう、ここ3体いんだよね。まずこいつをやるの後、この時代にそぐわない武器を使ってるやつも殺す。いいね。前回よりちょっとね、見てくれた方わかると思うんだけど、ちょっとだけ上手くなってるでしょ。ちょっとだけ進まないで、ちょっとだけここら辺のザクト金をね、ずっと倒してました。そしたらなんかお金が800円くらい、もらったんでね、それで後々にねお買い物できればと思います。はい、でさ、ここ僕は初めて来るんだけどさ、あいつ、この旗の横にいるやつをね、僕完全初見でやりたいんだけどさ、がさ、勝手にここまで進みやがって、あ、やばいケイちゃんっつって、ごめんって、ごめんちょね、まあ知ってるけど戦ってはないんでぶっ殺そうと思います。はい待ってよ、これさ、これバレなかったらさ、忍殺とやらができんじゃないかな。いきますよ、えい、いけんじゃん。はい、すかさず、あ、一撃、お前一撃強まるじゃん。あっと、ちょっとひょうたん飲まして、あっけん、あぶねー、あっちゃい、危険、あい、あっちゃい、ちょ、ごめんね、音割れたらごめん。割とね、何食べた、あ、危険、はい、はい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 、あっ、おい、ずるいよお前、その、はい、あ、危険、はい、ずるいぞお前、なんか溜めてんのずるいぞお前、ちょっと蹴りなしだよお前、危険、はい、来た
これあざ。はい、はい、数珠玉、ちぎれた数珠の玉4つ集めて、鬼仏に備えると身体力が成長し HP と体幹を今1個持っている。教えてくれんだこれ。あ、なんかまたもらった。エマに渡すことで、傷系の使用、あ、まあいい感じになると。でお金もらうと。はい、こんななりで33円しか持ってないのかよ。お前最近の駄菓子屋でも何も買えねえぞ。消費税上がったからね。あの頃はよかった。はい、迷ったら左。でもね、ちょっとそろっと少しばかりの銭が入った袋、へそくり的なね、取っておこうか。死んでもなくならないみたいだし。それはないじゃん。え、出た。ここで死ぬ定めではないと。ここで死ぬ定めではないと。おい、みんな帰んなよ。おい、まだ終わってねえよ。いや、あ、時間制限これ。え、ゲーセンの鉄拳じゃん。金入れないと死ぬみたいな。いや、なんでボスで死なないで、なんか不意打ちのなんか撃たれて死ぬ。え、何あの撃ってきたやつ。俺のターン。あ、出た。お前じゃん、さっきの。この恨み払ったのべきか。待って、その位置ずるいな。どうやって行くんだよそこ。待って、お前、おい、もう馬、お前、次元じゃん。待って、なにこいつ、当然わいせつ罪いる。待って、めっちゃいいんじゃん。いや、こんなんいらねえよ今。ちょっとでかい、登ってくんの。石投げんな。ちょっと何こいつ。あ、いや、石投げんな。こい。あ、いや、ごめん、マジで。ごめん。ちょ、一回帰る。なんか回復仏計はかか、あ、ちゃあ、ちゃあ、危ねえ。回復と、あったべ、はい、回復。おっ、おっ、一体撃つならいけるし。あのデブいなきゃ、いたわ。ちょ待って、逃げるのもね、先方ですよね。ちょ、回復仏計どこだろうな。あそこら辺に、あ、でもな、あれ使ったらな、もう一回復活しちゃうんだよね、敵。まあ一回なかったということにして、そこの部分は動画でカットするので、初めて来た風にします。はいはい、休息。なん、あ、そうだ、うめえやついたんだ。ちょ、うまー、ちょっとお前ほんとうま。ちょっとさ全然進んでないよね。こんな集体を晒したくない。まあね、これが実力だ。ちょっと一回水飲みます。水。
あ、ちょっと待って、見忘れたんだけど。何？死亡装置本分しても稀にそれを回復することができる。あ、確率 30% か。いや 30% はさすがに引けるでしょ。僕パチンコで 12% 引き続ける男だから。はい、30% は引いたのかな。僕引いてたっぽいな。ありがとうございます。確変ループ。はいはい。なパチンコのネタも出すの良くないな。これお母さん見たら悲しむな。あ、そうだ、そう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 、あのあいつからやる。お前、お前じゃ。俺のターン。あ、お前画面外はずるいじゃん。あの強さ。やめようかな。え？何し、死にすぎたから？死にイベじゃないもんね。これあの、え？これまた腕直してもらいましたよ。下りにどこの動画、ムービーじゃん。目覚めたよ。え、死にすぎるとそんなことになる？そんな厳しくない？因果よの。因果か。なかなか死にきれぬようじゃ。ああ、死んだよ何回も。あ、なんかもらったけど。何？所持している分だけ。あ、さっきの確率。お金なくなった。全然なくなってたじゃん。800円も持ってたのに。何？じゃあちょっとあの場所までカットするか。いや、ちょ、こっからでしょ。ここから挽回するんで。はい。こいつは恨みが長いから。そう、こういう感じでね、サラサラサラっとね、やっていきたいんだけどさ。いたよあいつ。待って、バレた。目いいな。いいよ、3人でかかってくる。ダメだ、ダメだ。いっちゃうよ。いや、そう、今のはずるいじゃん。今無敵時間ギリギリ終わったところで。分かってんなお前。OK。 うわ、怖い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 。これホラーゲームじゃん今。怖い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 。やんとかして、クソやろ。後悔しろ。顔キモかった。うわ、蒸発したし。あの顔ずっと見えなかったけどさ、顔がまあまあね、グロテスクだったね。はいはい。ちょ、どこ。あ、出た。さっきこいつにやられたんだ。一番最初に殺してきたのはこいつだったわ。くそ、お前。よし。あ、なんか気持ち悪い敵いんな、あそこ。迷ったら左だからな。ね、あ、進んじゃいそうなんだよね、こっち。右から行こうかな、今日は。で、なんか変なのいるよね、ここね。仲間もしかしてこれ。あ、人じゃね？人、なんか普通に助けてくれる系じゃない？
っちゃ敵、めっちゃ敵っぽいけど。はい。伊之助か。いや、たくまだよ。若様を見なかったかな。寝ぼけてんじゃねえよ。近いな、距離。めっちゃガンつけとるやんけ。え、これあれじゃん。この分岐するやつだな。うわー、どうしよう。なんか嘘ついたらな、かわいそうだけど。いや、嘘がこうね、嘘も方便、あの優しさ、何も言わない。なんじゃ、黙ってしもうて。腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。なんか悪いことしたな、ごめん。まあ、いいババアだったじゃん。この鈴を、しかもくれんのかよ。そなたに託そう。若様のことを案じ、作った守り鈴じゃ。この守り鈴を、仏様にお供えしておくれ。うわ、くれたじゃん。なんかさ、この説明さ、むずくない？書き方。まず漢字が多いのと長い、あと普通に何言ってるか分かんない。うん、あのこの文章もこの時代背景に合うようにさやってるっぽいけどさ、あの分かりづらいっすよ。僕がバカだからかな。じゃあな、ババア。死んでたんじゃねえのか、お前。誰ぞ。だろ。そこにおるのか。あ、いい声。うわ、これは答えてあげよう。いるよ。その声。伊之助って言ったらぶっ飛ばすよ。ちげえかな。伊之助じゃねえからな。ご神。誰だよ。我が名は狼伊之助。伊之助。ここにいたの？だった。え、すぐ近くにいるじゃん。そこの暴れ屋の老婆の様子。うわー、いや、なんかきつ。見てやってくれぬか。いや、見ちゃったんで、先にお前に話しかければよかったよ。母なのだが、母か。狂ってしまい。狂ってしまい。もはや誰が誰だか。いや、笑っちゃいけない、笑っちゃいけない、笑っちゃいけない。お主の母に会ったぞ。よく言った。伊之助、伊之助じゃねえや、タグマもらった。そう、渋すぎるだろう。鈴をもらった。礼を言う。いや、ちょっと悲しいな、これ。こんな近くにいんのに。ずっと気にかけていた。思い出の品なのかな。誠のように仏様に、はいはいはい、備えろと。ちょっともうちょっとテンポよく話してくんないかな。あ、終わった。え死んだ。あ、息してる。先ほどの母の相手をして、母はその鈴はごとの、はい、はいはい、相手をしてくれ。ちょっと行ってくるわ。こんな近くにいんのに。あ、危ない危ない危ない。あ、切っちゃった切っちゃった。ごめんごめん。伊之助、我がせがれよ。うん、守り鈴はほら、はい、仏さん、うん。いや、ちょっと本人、伊之助とこいつ名前、あのババアの意思をちょっとね継いで。いや、なんかあんまこの言葉使いたくないけど、エンモ、このゲームエンモやばいな。今さらダッシュ教えてくれたんだけど、遅えよ。なんじゃ、やべえじゃん。 RPG みたいなの撃ってきてんじゃねえかよ。こいつに避難しないか。おい、ずりーよ。先にあいつやるか。やめた。まずい、まずったまずった。
あ、もう、いやもうオーバーキルすんなよ、もう死んでんだよ。これさ、これ改正するって書いてあるけど、なんか使うんだろうこれ。もういいよ、そんなの死ねよ。せっかくババアのさ、鈴もらったのにさ、なんか今日の実況めっちゃくちゃ悪いな僕。はい、こっからがよ。いや、また口悪いじゃん。もう29分も撮ってるな。あのババアの話投げんだよ。これさっき上ん、この恨み腹さで置くべきか。どこ見てんだよお前。やっちゃうよ。えい。このゲーム漢字多い、あ、なんか早くね、はい、はいはいはい、アイテムがそこにある、はい、ちょっと待って、犬じゃね、強っ。この時代の鶏強い、マジで。待って、フリーマーケットやってんだけど。こんにちは。はい、おや、見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。え、なんで知ってんの。いや、あの夜以来ですね。いつだよあの夜。エッチな、あの夜について尋ねんの。何したのこの二人。尋ねるか。正直だな。旦那、覚えてねえんですか。ああ、へえ。激掘られまくったかな。なるほど、覚えてねえ。こういうこと言わない方がいいね。うん。なあ、それを元手に旦那にもきっと、それからおまけに。あ、どうです。ええー、あ、十、まあ十円か。あげる。ゼニだ。ゼニだ。ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。いい声だな。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入り屋敷。え、平田のっつったら伊之助の。平田はご存知の通り、あれじゃん、アシナの分家。けど、ちょ、話投げよ。そこを狙って。てか、そろそろあれあってよくない？鬼、なんだっけ、なんとか仏。いや、きび団子いらないんだよな、今。盗み聞く。赤鬼め、取られたら不安じゃねえ。一緒の前に。待って、変な声がして、何も聞こえないんだが。いざとなれば、赤目は火を渡すね。赤目は火をつける。いいこと聞いたっちゃ。あとこのさ、何の音？上にいらっしゃるのかな？やるか。やるっちゃよ。強そうなやつから先に行こうかな。お前だ。えい。仲間死んでんのびっくり立つなお前。弱い、めっちゃ強かった、逃げるじゃん。あざーす。こいつ仲間ぶっ殺されてんのにさ、ゆっくり立ったよこいつ。ひでえな。あいつか。火を恐れる。ここにいればいい。ここにいればいい。赤鬼。ここにいれば大丈夫っしょ。火を恐れるって言ってたもんね。まだ来るじゃん。掴み攻撃を弾くことで掴まれてもなすすべなく痛手を受ける。掴まれる前にジャンプやダッシュ。ああ、とりあえず避けろと。はい、ちょっと待って、これさ、この画面閉じたらさ、来るんじゃ。いや、火苦手って言ってたよね。大丈夫だべ。ダメじゃねえかよ。ごめん、ちょっと前から。ドロップキックじゃん。あ、ね、早い早い早い。一撃あざねえ、もう今日全然進まないじゃん。僕のせいなんだけどさ。
こいつはゆっくり立つ。はい、よっしゃ。まあ騙されねえからな。火苦手とかパチコキ上がって今のうちじゃねえか。ラッキータイムじゃねえか。あざあざ、ラッキータイム。よっしゃ、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと危険、危ね。あちゃねえ、いや待って待って、チャンスタイム、チャンスタイム。ね、今の避けたじゃん、今のは。さすがに投げないでよ、そんなにもうさ。あ、待って待って待って、危ない危ない、ちょもうやだ、もうやめたい、もうお母さん。それずるいべ。ねえ、それはずるいよ。ねえ、それさ、ねえ、もうさ、もう、お、待って待って待って、ずるい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 。あ、待って、これはもう、ちょっと、え、お前も一緒に戦ってくれてんの？邪魔です。はい。忍びのかなんとかかんとか、回復アイテム使用したとき効果上、あーそう、少ないと思ってたんだよ回復量が。あー、めっちゃ嬉しい、マジで。はい、セキロ第2回、いかがでしたでしょうか。進んだ距離ね、多分めちゃくちゃ少ないね。今回の動画第2回はあの赤鬼と戦うやつのなんかダイジェストっていうかなんかね、あれしかないと思うから本当にごめんなさい。誰が見てるってわけでもねえけどさ、全然進まなかった。ボスでもなんでもねえよあれ多分。でもまあこうやって人は大きくなっていくと思いますって感じで、第2回セキロゲーム実況の方終わりにしたいと思います。また次回も見てください。ありがとうございました。はい。